はい、こんにちは、レトスのほのです。本日の3問に入る前に、昨日、どうしたら今年の宅建試験に合格できたのか、これについてまとめた動画、これをアップさせていただきました。また見ていない方は、ぜひこちらをご覧いただければと思います。この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、もし今年の宅建試験の自己採点、まあ、34点以下だったという方は、ぜひご覧いただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。 不動産の登記事項証明書の交付を請求する場合、原則当該不動産の利害関係人でないと請求できない、丸か×かという問題ですね。で答えは×です、登記事項証明書っていうのは利害関係人でなかったとしても、誰でも請求できるんですね。 まあ、従がって罰になります。まあ、これ、あの、実際に登記事項証明書とかを、まあ、取ってる方っていうのかな。まあ、不動産関係の方っていうのは、意外と、この登記事項証明書とか取るんですけども、その方だと分かる、わかりやすいんですよね。実際に、ある物件について、所有者誰なのかって調べるときに、登記事項証明書を交付してもらってえ、調べるってことをやってると思うんですね。つまり、不動産会社っていうのは、 ある土地についての利害関係人ではないですよね。全然全く利害関係がない、えー、人が所有する土地であったとしても、その土地の討議事項証明書を交付請求することができるんですね。で、この点についてなんで利害関係でない人も討議事項証明書をね、交付できるのかって疑問に思われる方、えー、いると思うんですけども、すいません。ちょっとこれ解説すると長くなりますので、えー、今回省略させていただきます。 で次の問2の問題に入る前にこの動画チャンネル登録していない方はぜひですねチャンネル登録お願いいたしますで問いにですね重要事項説明です宅建業者 A 売買業者は売買契約が成立するまでの間に代金に関する融資の斡旋について融資条件を 重要事項として説明したが、その融資が成立しないときの、えー、措置について、飼い主に説明しなかった場合、宅建業法違反となる、ルか×かという問題ですね。で、えー、これ、答えは○です。重要事項の説明として、代金または、えー、交換先に関する貸借の斡旋の内容だけではなくて、 圧線が成立しなかった時の措置も説明しなければなりません。よって、宅建業法違反。今回の問題は違反になるということですね。で、この問題の代金または交換詐欺に関する貸借の圧線の内容。これ何を表すかですね。つまり、ここの部分です。代金に関する融資の圧線。ここの部分です。これ何を表すかっていうと、まあ、これ売買契約の話なので、住宅ローンです。銀行が買い主に対してお金を貸しますよね。 つまり、融資をするってことです。で、あっせんっていうのは、まあ、紹介するっていうことなんですけども、つまり、住宅ローンについて紹介をする。で、その融資条件、まあ、金利が何なのかとかですね、そういった内容を重要事項として説明したと。これ OK ですね。これ説明しないといけません。その次ですね、融資が成立しない場合、つまり、住宅ローンの審査が下りなかったと。審査通らなかったと。その場合、どうするんですかここも説明しなきゃいけないんですね。一般的には、あの、契約解除になります。 白紙会場なので、まあ、医薬金とかは発生しませんよってことですね。まあ、そういったことを説明するんですけども、それ説明しなかったということなので、宅検業法違反となりますよということになります。そして、重要事項説明書の記載事項って非常に多いんですよね。で、さらに細かいんですよ。なので、たくさん問題を解くことで頭に入れていきましょう。で、個別指導では、えー、この部分ですね、重要事項説明書35条書面と37条書面の記載事項の違いだったりとか、 あと35条書面の具体的な内容ですね。一つ一つどういった内容なのか、そこまで解説しております。で、問い3ですねえ。開発許可についてです。え市街地区域において市街地再開発事業の施工として行う5000平米の土地の区画形質の変更行為は、開発許可が必要である丸か、マルかバツかという問題ですね。 で、答えは×です。市街地再開発事業の施工として行う開発行為っていうのは許可不要です。これは開発許可不要の例外に当たるんですね。なので、もう開発許可不要なんだということです。で、ここでは開発許可不要の例外についてはこれ書いてないんですね。ただおそらくお持ちの教材とかまとまっていると思いますので、そちらご確認の上、まとめて頭に入れていただければと思います。そして初めにもお伝えをした通り、 どうしたら今年の達賢試験に合格できたのかこの動画についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので今年の達賢試験の自己採点34点以下だったという方はぜひご確認いただければと思います来年の達賢合格目指して一緒に頑張っていきましょうレトスの小野でした